ここにね、面白いですよ。特定農地の貸し付け法モデル事業21ファーム。許可条件っていうのはね、建物工作物設置しない、まあ、営利を目的とした作物を栽培しない、貸し付け農地転退しないまあ要は自家農園っていうかな、家庭菜園的な、まあ、自分のところでまあね消費するだけの、これはなかなか面白いですよね。農地の貸し付け、まあ遊ばせてるよりもね、まあ作物を作った方がいいですからね。こちらはまた違うのかな、ちょっとわからないけどね。あ、ちゃんとね水道もありますね。まあ群馬用水か何かわからないけど、こういったところもあるんですね。まあ健康ならね、ナスとかキュウリとかおネギとか、まあ、スイカとかカボチャとか里芋とか、そういったものが作れると思うんですけどね。はい、まあ、そちらにね、埴輪の里公園駐車場、まあ、遠くの方には今、まあ、八幡塚古墳、まあ、芝刈り作業が、まあ、行われてますね。まあ、少し賑やかなんですけど、これは中島ですね。まあ、双子山古墳、まあ、ちょうどここがくびれ部の、あ、くびろぎから少し上がれ、乗れますね。まあ、左側が前方部で右側が後円部です。やっぱり音っていうのは空気の振動だから、まあ、間に障害物があると、まあ、にわかに小さくなりますね、音がね。まあ、この堀が内堀ですね。まあ、そちら側にもう一つ堀があるね、外堀。でもさすがにここの草はまあなんか刈ろうと思えば刈れるんでしょうけどね。あまり刈っちゃうとあれなのかな。こっからですね、うん、公園部。まあ前方
応援部行きましょうか。はい、棺の中には何があったか。この石棺は度重なる洞窟を受け、蓋を失い、関心部も大きく打ち割られた跡がある。まあ、棺の中にあった遺物は古くに持ち去られたらしい。平成15から17年度の調査の時、石棺の周りの土を持ち帰って洗浄したところ、土中に混入していた小破片の遺物を大量に見出すことができた。まあ、破片から推定される豪族の持ち物は次の通りである。まあ、金製の装飾、飾り金具、ガラス玉をあしらった金銅製の冠または靴、雲母製装身具、金銅製バグ、金銅製コロク、槍入れの道具、多量の玉類、マガタマ、まあ、冠玉、眼玉、薄玉、鉄塔、接続、矢尻、蛍光、矛、鉄製農工具など、当時としては一級の品々を保有していたようであり、中には朝鮮半島製品も見られる。ほう。まあ、こちらが写真ですね。でもこんな細かい破片からよくわかりますよね。まあ見学者の方たちが増えてきましたね。はい、史跡ホドタ古墳群、双子山古墳です。まあホドタ古墳群は榛名山東南麓の湯の川上流域にある3基の前方後円墳の総称である。それらは5世紀後半から6世紀初頭にかけて、双子山古墳、まあ、八幡塚古墳、薬師塚古墳の順で作られた。当時の東日本において極めて優勢であった豪族たちの墓所として国史跡に指定されている。まあ、双子山古墳の概要。本古墳群で最初に作られた双子山古墳は、墳丘長108メートルの前方後円墳で、周りに内堀と外堀を巡らしている。外堀まで含めた総長は213メートルであり、墓域の面積は約3万平方メートルと広大である。また内堀の中には円形の中島、祭祀場が4つ存在している。墳丘の頂上に設けられた埋葬施設は大型の船型石棺である。まあ、埴輪の配列。この古墳からは大量の埴輪片が発掘され、おそらく数千本の円筒埴輪が墳丘や内廷、外廷に並べられていたと推定される。機材、家、人物、動物をかたどった継承埴輪の破片も見られ、内廷の北側に並んでいたようだ。まあ、外堀の北西には大量の人物埴輪を出土したホドタ7遺跡があり、この古墳と密接な関わりを持つと考えられる。なるほど。そういったことですね。まあ、位置的にはこんな感じになってるんですね。これがホドタ古墳群です。本古墳の西側には同時期の群衆墳、小型古墳の集合がある。ホタテ貝型古墳、円墳、円筒埴輪館の3階層が認められ、双子山古墳の豪族を支えた人々の墓と考えられる。まあ、整備とか、まあ、豪族像を読みますか。本古墳は南東 1km にある豪族巨館、水寺一遺跡を拠点として、榛名山麓の湯の川流域を統治した豪族の墓である。ホドタ古墳群で最初に築かれたことから、この地に進出し、山麓水源地帯を抑えて大規模な農業経営を行った人物が埋葬されていると考えられる。当時の群馬県地域、上付野は、我が国の中でも優秀な地域の一つであった。優勢なね。双子山古墳の被葬者は、その上付野を代表する人物であり、政治の中心であった大和政権、奈良県豊作府地域や朝鮮半島諸国とも深い関わりを有していたと考えられる。まあ、そうでしょうね。こういった前方後円墳、双子山古墳です。はい、豪族の棺、船形石棺。後円部頂上、現在地には、本古墳の主を埋葬した石棺が存在する。目前の写真は、関心部、石棺の下側の原水台写真で、
現物の真上に位置する。石棺は頂上に掘られた方形の穴 5.3×7.6m の中央に置かれ、周りには多量の石が詰められていた。本来は棺身部に遺体と副葬品を入れ、棺蓋を乗せて土中に封じてあったが、古くに盗掘されてしまった。まあ、棺は船形石棺という形式で、古墳時代前期から中期にかけて、国内の有力地域、九州北部、瀬戸内海沿岸、畿内、北陸西部、関東北西部、特に群馬県西部などの豪族が用いたものである。この関心は長さ3メートル、幅 1.2 メートル、高さ1メートルで、側面に複数の突起、縄掛け突起がある。関の幅がやや広い東側が豪族の頭の位置である。また、関の西には、遺物を入れる石組みの空間が設けてあった。石棺の石材は、高崎市南部の観音山丘陵から、凝灰岩を切り出し、10キロメートルほど運んできたものだ。なお石棺の横には小型の縦穴式石閣、木棺を石で囲んだものもあった。豪族の近親者が後に埋葬されたものと考えられる。なるほどなるほど。まあその形状は、まあすぐ近くにあるね、まあ、八幡塚古墳と、まあ、ほとんどそっくりですよね。まあ右側には写真があるんですけどね、こういった感じになってたんですね。まあこれがね、原寸大の写真です。双子山古墳です。あー、風通しが良くて涼しいね。おー、トンボも飛んでますね。どうなってるか行ってみましょうか。ひまわり畑です。ひまわり畑、あーなるほど。これはもういいのかな。もういいのかな。ひまわり畑、周り畑、ルビープロジェクト。へえ。おお、6年生。あ、偉いですね。ひまわりが大きく育ちますように。これはなかなか、まあ一年生らしくていいと思いますね。はい、ひまわり畑、まあ。マスクですね。熱中症予防ですね。でもこんなにもう育ったね。もう一日一日で目に見えるぐらい、まあ、伸びてるんだと思いますよ。あ、そうだね、触ると熱いよね。一方
方通行。なるほど。はい、まあ、1週間ばかりねちょっと早く来てしまって、まあ、咲いてる花が一つもないというひまわり畑です。ご視聴ありがとうございました。また来ようね。